はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ワンドリームフェア20%還元対象商品購入で最大1000ポイント付与ということで、今回は電子マネーのワンのキャンペーンについてですね、まあこちらのキャンペーンは普段からですね、ワンを使っている方はもちろんなんですけども、そうじゃない方でも気軽に参加することができますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、こちらですね、2020年和音ドリームフェア、電子マネー和音ポイント、もしくは、和音ポイントプレゼント最大20%還元キャンペーンということですね。こちらのキャンペーンですね、ちょっと僕全然知らなくて、視聴さんから教えていただきました。で、ちょっとですね、内容の方に入っていこうと思うんですけども、見ていただきたいのはここですね、メーカーカ12 1000 200社の対象商品をを合計税込み1000円以上上お買いげごとに漏れれなくポポイインンントトトプレゼント付与されるポイントは 一人様は5口まで応募可能で期間中最大1000ポイントまでとなりますということですね。まあ、ちょっとここの詳しい内容については後ほどお伝えします。で、ここにもですね、それぞれポイントとなるところが書いてるんですけども、メーカーの組み合わせが自由であったりとか、期間内レシートを合算可能であったりとか、複数の応募が可能ということで、まあ、ここについても後ほどお伝えします。 で、こちらのキャンペーンの期間なんですけども、すでに始まっておりまして、2020年の8月の5日から8月の31日までの8月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン自体は、その締め切りっていうのがありまして、9月の7日月曜日の23時59分までとなっております。で、このキャンペーンの流れはざっとこの3つとなっております。 まあ、それぞれですね。まあ、一つ一つ詳しくお伝えをしていこうと思うんですけども。まず1つ目ののの期間中ににキャンンンペーー実施のイオングループの店舗に行くというところですねまあ、ここはもちろんなんですけども。まず、対象のイオングループのお店、ざっとこんな感じとなっております。イオンであったりとか、マックスバリューであったりとか、そういったところのお店が対象ということですね。まあ、あと、ダイエとかもそうですね。で、下の方にもあるんですけども、蒸気器用のネットスーパーも対象となりますということですね。なので、まあ、普段からね、イオングループのネットスーパー利用されている方は、 まあちょっと今最近ずっと暑いので、ネットスーパー利用される方も参加することができるということになります。で気をつけてほしいのはここですね。ウェブ応募対象外店舗ということで、今出てるようなお店に関しては対象外となりますので、ここは間違いないようにお願いします。以上がイオングループのお店についてでした。次二つ目が対象商品を合計税込み1000円でお買い物、協賛メーカー12社ということで、 ま、これどういったことかと言いますと、今回のキャンペーンに関しては、全部が全部の商品が対象というわけではなくて、この共産メーカー12社のどれかを購入すること、それを税込み1000円以上で購入することで、応募ができるということになっております。今回の共産メーカー12社、ざっと紹介していこうと思うんですけども、まず上からですね、見ていただいて、カオとかですね、小林製薬とか SC ジョンソンとかですね。まあ、普段から結構日常で使うお店が、お店というかメーカーが多いですよね。 あとは日本製紙クレッシア。ユニリーバであったりとかクラッシェとかですかね。まあ、ここら辺も結構使うところ多いですよね。で、あとはユニチャーム。ここはもうマスクをね、僕もちょくちょく買うことあるんですけども、ユニチャームのマスクはね、本当に結構愛用しております。あとアサヒカ製であったりとかライオンとかですね。ライオンも結構使ったりしますね。 あんまり結構メーカー全然意識してなかったんですけども対象となるメーカーですねあるなというイメージはありますそしてゴキジェットプロで有名なあのアース製薬であったりとかバスクリーンであったりとかあとコーとかですね、まあ、こういったところの協賛メーカー12社となっておりますで実際のお買い物の例が載ってたので、まあ、ここもちょっと簡単にお伝えしようと思います、まあ、上にも出てるように対象商品合計税込み1000円ごとですね購入ごとに200ポイントが付与されます ただし、お一人様は最大で5口で1000ポイントまでとなります。まあ、例として5つあったんですけども、1つ目として、例えば合計税込み1000円を購入して200ポイント。 これは今お伝えしたような流れですね。で、二つ目、例2ということで、例えば1回目の応募で400円で、2回目の応募で600円、これでトータルで税込み1000円となって、これでもう一口200ポイントということになります。で、例3に関しては、1回目の応募で1000円、そして2回目の応募で1999円の場合なんですけども、合計で2999円になりまして、この場合は2口ということですね。400ポイント。あと1円あればこれで3口ということになります。そして、例4に関しては1700円と3 0 0円。 300円これで合計で5000円のお買い物してこれで最大の5口の応募ができるとこれで1000ポイントがもらえるとあとは3500円のお買い物をして4500円のお買い物をすると合わせて8000円いった場合でも最大の5口となりますので、まあ、とりあえず5000分のお買い物をすればまあキャンペーンにはしっかりと参加できるということですね以上が2つ目の対象商品税込み合計1000円ですねお買い物をした場合の流れについてでした で最後3番目ですね、専用の Web ページよりレシートを使って応募実施ということで、今回はこのレシートをちゃんと残していただくようにお願いします。一応下の概要欄に今回のキャンペーンのページ、概要欄に貼っているんですけども、そこにまずアクセスをしていただいて、そしたらですね、ここにピンク色のようにご応募はこちらとタップするところがありますので、ここをタップしてください。そうするとご覧のような画面が出てきます。ここから実際に応募が可能ということになります。 で、応募方法なんですけども、まず最初に、ポイントの受け取り方を選択してくださいということで、電子マネーの和音カードであったりとか、和音ポイントカード、あと、イオンスクエアメンバー、これ、まあ、ご自身が好きな方ですね、選択してください。それを選択した状態で、下の和音番号をですね、入力をしていただくと。で、確認用もあるので、それぞれ、まあ、入力をしてください。で、次にですね、店頭でのお買い上げレシート、ここを、ここを必ず入力していただく必要があります。 まずはレシートに記載がされているお買い上げの店舗ですね。ここを入力していただいて、次にお買い上げした日を入力します。で、レジの番号とか入力していただいて、これもレシートに記載されてます。で、最後にこの取引番号を入力すると。それであとは応募するという流れになるので、まあちょっと流れは少し手間がかかるかもしれないんですけども、まあこれでね、ポイントがもらえるなら全然お得なのかなと僕は思いますね。一応ざっと1、2、3番の流れとなります。なので、まあとりあえずイオングループのお店に行って、 そして対象商品を税込み1000円でお買い物すると。まあ、いくらでも、まあ、最大の5000円分でも全然 OK です。あとはレシートを使って応募するという流れとなっております。であとですね、ちょっと気をつけてほしい点がありましたので、そこもちょっと公式ページから引っ張ってきました。まずは、ワオン以外でのお買い上げも対象となりますので、他の決済方法を使っても全然 OK です。 で先ほどもお伝えしたように最大で1000ポイントまでと還元となりますあとは電子マネーの和音ポイントもしくは和音ポイントの進展に関しては2020年の10月下旬から予定ということですのですぐに付与されるわけではありませんのでお気をつけください あと、ここも気をつけてほしいですね。本キャンペーンの付与ポイントは、ときめきポイントは選べませんということですので、まあ、あくまでも電子マネの和音ポイント、もしくは普通の和音ポイントに限るということになります。ここも重要ですね。ご応募の際、レシート情報の購入日、購入店舗、レジ番号、取引番号のいずれかの入力にお間違いがある場合は、無効扱いとなりますので、ご注意くださいということになりますので、まあ、しっかりとね、まあ、焦らずゆっくりと入力をして、ちゃんと応募してくださいということですね。で、あと、お買い物する際にです、ね 一部対象外の商品というのがありますまあもうこれはもうざっとしか読まないんですけどもカウンセリング化粧品だったりとかギフトとか食品あと医療品とかそういったところに関してはお買い物をしてのキャンペーンの対象外となりますのでここに関してはもう先にねキャンペーンページを読んでいただくのが一番ベストなのかなという感じですかねまあそんなこんなで今回は簡単ではありましたけども2020年夏和音ドリームフェア最大20%還元キャンペーンについてお伝えをさせていただきましたまあ、僕自身全然この辺について の情報がなかったんですけども視聴者さんに教えていただいたおかげで今こちらの動画にすることができましたまあ、普段からねイオングループのお店利用されている方であればかなりお得なのかなと思いますのでぜひまだちょっと参加するのを迷ってるなという方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておきますのでしっかりとキャンペーンページ読んだ上で参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日ですね、あの、ファミリーマートのファミペイにちょっとあの割引のクーポンが届いてたので、まあ、実際にちょっと僕も使ってきたんですけども、こちら今出てるいずれか1.100円割引のフラッペ各種ということで、こちらをですね、購入してきました。で、試しにですね、この写真に出てる3種類しか使えないのかなと思ったんですけども、最近なんか新作が出てたっぽくて、このほうじ茶黒糖わらび餅フラッペっていうのを購入したんですけども、こちらもファミペイのクーポンを使って100円割引をすることができました。 これ結構ですね、僕、放置ゃ好きだったので、意外とあの美味しかったですね。で、あとなんといってもですね、このコクとわらび餅が入ってるので、ストローで吸った時に、あの、わらび餅のあの、もちもちとした食感がですね、ストローを通して口,口の中に入るので、結構食感が楽しめる。あの、じゃりじゃりしたフラッペの食感とわらび餅のもちもちがこう、ダブルで来る感じだったので、まあ、ちょっとなんか新鮮な感じでしたね。あまりこう、フラッペを買うことっていうのはほとんどなかったんですけども、 まあかなりこの割引のクーポンのおかげでいい体験ができたんじゃないかなと思います。まあぜひですね、ファインペイの割引のクーポン届いてる方がいらっしゃいましたら、うじ茶好きな方であればぜひですね、こちらの黒糖笑い餅フランペイ試してみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、ありがとうございました。